当チャンネルの別の動画に、この前の大戦時の日本の首相であった東条秀樹について述べた動画がありますが、その時の日本の敵側の国家元首、フランクリンデラのルーズベルトについて、今回は述べてみたいと思います。大東亜戦争のような大戦争を語るのに、日本側からだけ見ていても、なかなか真実が見えません。日本から見れば大役人でも、 アメリカから見れば偉大な大統領なのです戦争にはお互いの言い分がありどちらかが悪いというものではありませんこの動画では先の大戦のような不幸が繰り返されぬようその人物像を解説したいと思いますフランクリン・ルーズベルトはアメリカの名門中の名門の出でありオランダ系の大金持ち母方の祖父ウォーレンデラのジュニアは ラッセル商会の一員で中国の秘密結社である本パンと取引しておりアヘン貿易で都満の興味を築いた人奥さんはエレノアという名ですがこの方も大実業家の大金持ちの娘だから大金持ち同士の夫婦でした日露戦争時のアメリカの大統領でありましたセオドア・ルーズベルトは親戚フランクリン・ルーズベルトは 子供の時から秀才で名門校名門大学へと進学小さい時から海軍の軍艦の写真とかそういうのを集めるのが好きで海に対する関心が非常に強かったそうですそして当時のことですから当然読む本にはアルフレッド・セイヤー・マハンの「海上権力士論」という本がありました海上権力史なんていうふうに訳してありますね 英語では The Influence of Sea Power Upon History という題名です海の上の権利を握ることの意味を歴史的に述べた本です戦後の人たちはマハンのことはほとんど知らないと思いますあまり聞いたことがないと思われますが戦前戦中の人たちにはマハンというのは非常に有名で子供でもよく知っていたほどの人でした戦後では逆に マハンが忘れられて、クラウゼビッツの方が有名です。クラウゼビッツはドイツ参謀本部の育ての親みたいな人で、戦争論という戦争の暴力性や形態を決める重要な要因として、政治を位置づけた書物を書いております。でどうも戦後は経営者たちもクラウゼビッツを例算します。レーニンが非常に愛読していたそうで、 日本でも最初の翻訳は共産党系の人が訳していたようですですから戦後は左翼が好きな人は非常に有名になりますからクラウゼビッツもその意味で有名になりましたクラウゼビッツ自身が非常に偉い人で戦争論も立派な本なので読まれても全然おかしくないんですがそれが別の理由で非常に広く知られるようになったようです戦前は、 クラウゼビッツは、おそらく知る人ぞ知るで、子供たちの知識には入ってこなかった。ところが、マハンは入ってきたんですね。マハンはどういう人かというと、日露戦争の時の日本海海戦の参謀連合艦隊の参謀であった秋山真之がアメリカに留学したときに、マハンについて勉強しております。マハンの本は、当時世界的な名誉でありました。 そういうことでマハンの書いた通りにアメリカが出てくるということが多くの日本人にも分かっていましたマハンが何を言っているかというと海上勢力を握った者が通商権を握るということです通商権を握った者が世界を支配するということですから簡単に言えばそういうことを歴史的に証明してきたわけですこれが、 第一次大戦の時も非常に影響力がありましたアメリカは第一次世界大戦の時に同盟関係になかったんですけどイギリスに味方したわけですその時フランクリンの親戚であるセオドア・ルーズベルト日露戦争の頃の大統領だった人がこういうことを言っていますイギリスの海軍は偉大であるとイギリスの軍港にいるだけで 世界中の海を支配していてそしてドイツは実質上閉じ込められてしまっていると閉じ込められている以上は必ず物資の不足で潰れるわけですなのでイギリスの海軍は黙っていて座っていて世界を支配するというようなことも言っていますということはアメリカ人は第一次世界大戦を海の面から見るという視点を強く持っていたということです 多くの人は大体戦場が主として陸上だったものですから陸上の戦争の残酷だとか白兵戦だとか毒ガスだとかタンクの出現だとかそういうことに非常に興味を奪われたのですがドイツの全海軍とイギリスの大海軍が打ち合ったユトランド沖海戦というのがありましたこの被害はイギリスの方が多かったんですが イギリスの圧倒的な海軍力の前に傷ついたドイツ海軍は、この後、キールの軍港に入ったまま出てこれなくなったわけです。この後、イギリスは黙って世界の海上を支配しました。通商貿易全部を。もちろんドイツは潜水艦を出しましたけれども、これも爆雷なんかが発明されて、初めのようにはうまくいかなくなります。で、中立国の船なんかを沈めたもので、 かえって反感を買ったとかそういうマイナスの効果もありましたでそれを対局から見ますと一番重要だったのは陸上の戦争でも一挙にドイツがずっと準備をしていてパーッとパリでも取ってしまったら話は別だったでしょうけれども陸上で持久戦に入っちゃったわけです西部戦線で残豪戦になって残豪で戦っているとこれは後 硬着してしてまうんですねドイツがダーッと大砲を撃って、塹壕を平らにするくらい撃って進んでも当時は塹壕掘削機がずっと発達していますから攻撃させられて次にまた塹壕を掘っちゃうんですね。というようなことで本当に動かなくなっちゃった動かなくなれば何がものを言うかというとお金と海軍なんですね。 陸軍は着しした状態でで勝負なしと見てもいいわけです。ドイツ軍は実際負けていませんし守りきったという意味でフランスイギリス軍も負けたとは言えないそうすると差はどこにつくかというと海軍なんですねイギリスは全世界を自由に後悔できるわけです貿易も自由にできるんですドイツは全然できなくなっているわけですそれからお金の蓄積 これはまた経済上の問題ですから話は別なんですがこれは戦費の最初の1年間なんかは全然特別なことをしなくてもイギリスは十分金があったそういうことから当時日本でも日露戦争の時の連合艦隊の参謀である秋山真之なんかが第一次世界大戦の報告をしておりますがちゃんとそこを見ていますアメリカでもルーズベルトは 同じようなところを見ていました。一番肝心なのは、会場を支配していることだと。会場さえ支配していれば、戦争をやっていても、支配している方は、貿易が自由にできるからです。政会権を支配していない方は、固まってせいぜい守っても、自滅していくより他ありませんでした。そこを見ていたんですね。ルーズベルトは、 子供の時から海軍好きでしたから第一次大戦の時のアメリカの大統領はウィルソンでしたが彼のいた民主党に認められてニューヨークの州知事になったりしてトントン拍子に出世していきます金持ちでよく弁もたつということでそしてウィルソン大統領の時には海軍次官補海軍省のナンバー2になりましたその時 彼はいろいろなことをやりましたが、中でも潜水艦を動けないようにする、あるいは沈めるための苦戦艇を400隻ぐらい作らせています。当時、ヨーロッパの戦争を見ながら、議会に熱心に海軍力の増強を訴え、3年間で新鋭戦艦10隻、他何十隻という船を作ろうという計画を実現させました。だから、ルーズベルトは、 マハンの影響もあり海上を支配した者が世界を支配するという思想と第一次大戦の経験から彼を海軍に対して極めて敏感な人間にしたわけですその頃日本は88艦隊を作ろうということでぼちぼちやっていました船というのはどんどん古くなります作ってから78年が親衛艦 それから7、8年があって、25年も経てば廃艦、軍艦として使わないというようなことになるわけです。実際に船とか飛行機は性能が違うとものすごく違うんですね。これは秋山中将も日露戦争の時の三笠だとか、ああいう戦艦が5隻いても10隻いても、当時新しく作った不層という軍艦1隻に対して、 もも足も出ないいいと言っています。だいたい弾が届かないからいいようにやられるし速度が全然違うから追いかけたってすぐ逃げられるし逃げようとしてもすぐに追いつかれるしそして弾が届かないから何隻あっても親衛艦にはかなわないわけですアメリカは親衛艦を一挙に10隻も作ろうとしたのですが日本は古い船を変えていくという意味で 戦艦8隻くらいにしようと14から8隻作ろうかとそんな感じでしたところが第一次大戦の頃に秋山中将がアメリカに行くと日本はアメリカに攻めてくるのかと本気で言う人が何人もいたそうでしたこれはははアメリカままだ非常にに暴暴暴力力力体体質質ななんでですね暴力体質の人は相手にない暴力まで あるとと感じやすすいと言われておりますこれは人間関係でもそうで暴力型の人は目が合ったなんて言って喧嘩している人もいるらしいのですが普通の人は目が合ったって偶然会っただけであって別に殴りかかろうとしているわけではないと思うのですが暴力型の人はがをつけたとか言って相手も自分と同じようにがをつけたんだと思い込んでやるわけです。 当時のアメリカというのは初めからそういう発想がかなり強い国だったわけですというのは例えば日清戦争で日本が勝ちましたそしたら今度はハワイに出てくるんじゃなかろうかと勝手に思いハワイ王朝を潰してアメリカ領にするわけですそれは日本人移民もハワイに入っているからこのままにしていては ハワイを取られるんじゃないかと思って軍事制圧したそういう暴力体質があったと言われていますだから日本は日露戦争に勝利後一応軍備は整えますがアメリカに攻めていこうなんて発想はありませんでしたアメリカが攻めてきたら一応守るという発想はあったんですがアメリカに攻めていこうという発想はなかったんです 日本は依然としてソ連を恐れていたのでアメリカに攻める余裕がなかったわけです軍艦というのは前にも話しましたが少し古いと少し新しいとでは運命の差がありました古い型の戦艦が何隻あっても新しい戦艦とは戦えないわけです日露戦争で全部やられてしまったソ連は急速に戦艦を作って海軍を作り上げていましたから 依然としてソ連は日本にとっては非常な脅威でした。そんなこともあって、一応名目上は日本海軍は太平洋の守り、守りであって決して攻めではなかったんですが、アメリカの方は自分たちと同じく日本も攻めてくるに違いないというような考えがありました。第一次大戦の頃もそれ以前にもあったから信じがたいのですが、 日露戦争の直後あたりにも日本が来ているっていうので相当怒ったりしていますテキサスあたりに日本が攻めていくわけがないんだけれどもそのあたりに日本が来ているというデマが飛んでアメリカ中で大騒ぎしていましたアメリカは自分たちの暴力性を他の国に投影していたわけですいわんや第一次大戦後は日本は世界の三大海軍国ですから これは当然、いつ攻めてくるかっていうような発想を持っていました。なので、海軍に熱心だったルーズベルトは、海軍増強の方にものすごく力を入れるわけです。秋山中将は、何を言っているんですかオタクの方はもう20隻近い戦艦を持っている。日本はその半分もないんだよ。どうして攻めるんですかというようなことを言ったのですが、アメリカ人は、 本気で日本が攻めてくると考えていたようです。それで、第一次大戦後、アメリカは日本に日英同盟の破棄を要求しました。日英同盟の破棄にルーズベルトがどれほど関係したかは分かりませんですが、もちろん破棄させる側に回っていたことは明らかです。日英同盟というのは、日露戦争の2年前に日本とイギリスが結んだ条約ですが、これがあると、 アメリカとしては日本を攻められないのでで困るわけです。日本とイギリスが軍事同盟を結んでいると日本とアメリカと戦争をしたらワシントン・ニューヨークがある大西洋方面にイギリスが攻撃をしてくるかもしれない日本の味方をしているわけですから大西洋側に常に気を使わなければならないわけです当時は今と違ってアメリカはそれほどでもない国なのに イギリスは当時の派遣国ででしたから。それでアメリカが原動力ととなり、日英同盟を廃止という方方向向に向かいました。イギリスの方は日英同盟をやめたくないし日本ももちろんやめたくないのですが第一次大戦後のアメリカの発言力は突如大きくなったのでイギリスものまざるを得なくなったわけですアメリカはイギリスと同盟関係もなかったのに 第一次大戦では陸海の大軍を送っています日本は地中海あたりにドイツの潜水艦から輸送船を守るための空中艦なんかを送っていますがアメリカはその10倍くらい送りました第一次大戦後の講和条約でもアメリカの発言力が非常に大きかったわけですそして第一次大戦が終わってみますと発言力のある国というのはあまりないんですよ ドイツが負けました。オーストリア、ハンガリー帝国も一緒になくなりました。それからロシアは途中で革命を起こしてソ連になってしまいました。残るのはイギリス、フランス、日本、それからアメリカですね。イタリアもありますけど、イタリアは格下ですね。そうしますと、一番中心なのは、英米日仏なんですね。 そのうち英仏はアメリカからたっぷり恩をかぶっていますからアメリカには表立って反対できませんそうすると日本だけが孤立したような感じになりましただから第一次大戦後のパリの第一次平和条約でも日本が主張したほとんど唯一の主張である民族間の差別をなくすことは全く無視されます さすがに当時の風潮としても人種差別が良くないという意見があり多数決では日本と同じ意見だったんですがアメリカのウィルソン大統領一人が反対しましてこんな重要なことは多数決では困る全員一致にしろと主張しだしてそしてアメリカが俺は反対だって言うんだからダメだったわけです他の決議はみんな多数決で行くのに 日本が最も主張したものをアメリカはぶっ潰したわけですそのウィルソンの下で海軍の各自を図ったのがルーズベルトですその後アメリカは1930年にスムートホーリー関税法を定めましたスムートホーリー法というのはどういう法律かというとこれは主として日本に対して関税をものすごく引き上げるという政策です 日本だけじゃないんだけど主として日本を乱した法律ですだいたい1000品目について万里の長城のような関税をかけたわけです高いのは800%とか 200%300%500% などいっぱいありましたそんなことをやったのでこれはたまらんということでこの2年後にイギリスもオタワ連邦会議を開き これまたイギリスの植民地とイギリスだけは特別だという、また関税権を作ってしまいました。